例えば私が未来人ではなくただの現代のおっさんと仮定してみよう。そういった場合、人それぞれ私への見方というのが違ってくると考える。例えばただの変態のおっさんなのだろうか、もしくは予知能力者なのだろうか、超能力者なのだろうか、などなど、私のことを疑問視するものも非常に多くなると考えている。今現在は私は未来人として先輩方の前に現れてはいるけれども、もし現代人だとするのであれば、どうやってどういったからくりで 3.11 の地震だとか、あとは熊本地震だとかを連続でピンポイントに的中しているのかどうかというのが疑問に思ってくるであろう。そのからくりというのは一体どういったものなのかというのを話すとするのであれば、わかりやすく説明しようではないか。例えばそうだな、適当な日付を先輩方の前で私が発言するとしよう。適当に言った日付というのを私が発言するとしよう。それは未来では、わかりやすく言えば地震だとか災害の日付ではなく、適当に言った日付というのを先輩方の前で言ったとしよう。どういうことが起きるかわかるであろうか。最悪なことに、その適当に言った日付に大災害が起こってしまうというからくりだ。意味がわかるであろうか。本当のところはその日に大災害が起きないとしても、私が発言するだけで残念なことに大災害が起こってしまうということだ。信じられないかもしれないけど、世の中には不思議な力というのを持ち合わせている。人間のような人間が世界中に稀に存在しているということだけは分かっていてくれ。いいな。しかし詳しく言ってしまえば、利用しているだけ現代人は全く知ることがない、ある流れを利用しているだけではあるんだがな。これ以上は言わないでおこう。あまり細かく、そして深く言ってしまえば、悪い方向に利用するものが出てくる可能性もなくはないからな。このからくりの話はここまでにしておこうではないか。これ以上はダメだ。なんというか、最強のタブーとでも言おうかな。ということで、今日はこの辺で終わりにする。今日のところは以上だ。